本日はクリスマスプレゼントにぴったりなアイテムを紹介します。はい、小林です。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、ですね、12月ということで、もうクリスマスがですね、いよいよということでございます。先日ですね、まあこんな感じで YouTube のコミュニティを使ってアンケートをいくつか取らさせていただきました。まあいろいろこうクリスマスプレゼントに関してのアンケートですね、まあ、こちらも参考にしながらですね、どういうプレゼントがいいんだろうということで、祐天寺にある404というショップにですね、お邪魔しましたので、その模様をご覧いただきたいと思います。それでは、どうぞ。404のディレクターのモネです。よろしくお願いします。ちょっといろいろ紹介してください。もちろんです。じゃあ、クリスマス前ってことなので、女性に何をプレゼントしたらいいかなと思って、ね、404に今イケイケのお店なのでイケイケではないですけど、イケイケないのイケイケではない、これはこのシルバー、これは前回の買い付けで始めたシルバーのヴィンテージの、コレクションをちょっと細々とやってるラインで、ここはうちらオリジナルもやってるんですけど、ジュエリー、ヴィンテージ縛りで結構ごつめだね。とかちょっとデザインで言ったらヨーロッパの、なんていうのかな、オランダとかスカンジナビアとかその辺意識したセレクト。スカンジナビア結構メキシカンのジュエリーはレディースやってるとこ多いんやけど、もちろんメキシカンも入ってるけど、うちらのテイストやったら少しちょっと癖のある、でも行き過ぎてないっていうところとか、オーソドックスなシグネット、ピンキーとあと、ID とかその辺をやったりしてる。この辺はいいですね、クリスマスに。いやめっちゃいいと思う。やっぱりギフトって多分女の子やったら、一回もらって終わりっていうよりは経年変化楽しめるものの方が、やっぱエイジングしていくものの方が嬉しい人も多いから、シルバーとかもうゴールドも含めて、レザーものとか、そういうのはやっぱ女の子嬉しいんじゃないかな。ちょっとセンス高めでね。そうかなでも言うてもシグネットとかは誰でも手に取れるやん。確かにね。かわいい。かわいい。いい具合のフェイね。しかも状態もめっちゃいいね。そう、一応うちらの全てのコレクションによるものもあるけど、やっぱ新品と混じり合えるものしか基本買わないから。このシグネットの大きさもいいね。大きすぎず、ちっちゃすぎず。そうだね。なんか割と綺麗め。じゃあジュエリーです。はい、あとはここは洋服コーナー、一応そうデザイナーズの洋服と、デッドと絡めて、ちょっとほとんど売れてしまったんですけど、その辺はかわいいね。そうだね、あの辺はオリジナルのモヘアのセーター。出たの。あ、そうフィッティングしてもらったやつ結局前後ろで着れるようになったの。なった。あ、なったんだ。こっちとこっち。ちょっとプレゼントにもいいもんね、これ。そうだね、なんか言ったらめちゃくちゃ長いシーズン着れるセット感覚やから、すごい。なんか一応デニムやったらピンク、ミリタリーやったらこの辺、こっちやったらトラウザーとかっていうスタイリングで多分提案しようかなって思ってます。色いい感じやねそうだね、結構アーティスト、マーク・ロスコっていう抽象画のアーティストをインスピレーションとして、その絵から結構こうパターンを考えてるから、長く着てもらえるデザインやと思う。トレンドというよりは、確かに大人な配色ですね。大人やね、だいぶ。それがあって、あとはオリジナルのバッグもあるんだよね、これね。一応オンライン、今すでに既存であるこの大きいパリングのショルダーバッグは、
どっちも e コマースも、店頭も買えるんだけど、これはまだ全然ローンチしてなくて、お、店頭のみ、店頭のみ、そう、こいつのミニバンみたいな感じ。これもなんかいいじゃん、かわいい、めっちゃプラダと一緒の生地の定番のやつ。そう、こっちもそうだもんね、このナイロン。そう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 、まあ、どっちもウォッシャブルやし、うん、軽いし、もうクシャクシャクシャってしてもいいし、シワが入りにくそうだね。入らんね、かけてるだけでやっぱ伸びる。いい生地ってやっぱね、そういうとこがしっかりある。そのちっちゃいのいいね。うん、なんか使いやすいサイズ感やし、なるほど、まあこう持ってもいいし、ねじってもいいし、落ちてもいいし、うん、一応コートとか、まあ、ヘビーアウターにも対応できるハンドルの長さでしてるから、なるほど、割といけるんじゃないかな。ね、冬でも使えそうだね。うん、ね、やっぱね、ポケット突っ込みたいもんね、冬ってこうやって。うん、ニューヨーカー。ニューヨーカーって感じだね。確かに。じゃあ2階に。はーい。あれなんか鳥レザー、鳥ベルトあるじゃん。え、知ってんの？うん。いいよね。男性ファッション界は結構有名かも。あ、ほんと？そうそう。一応、まあ、クオリティはじゃあもうご存知の通りめちゃくちゃいい、うん、でうちらは26、7、8かな、うん、つまんでるのは。あ、短めってことなのね。そうだね、まあ基本ほとんどのウィメンズはいけるし、これいいよね、めっちゃいい。レザーがよよまず良くない？うんうんうん、あのこの形はでもこれ初めて見たかも。だってここすっごいじゃん、量肩数。あ、そうなんだ。もうカタログ見るだけでも結構しんどいレベルのこれだってアメリカ行った時なの？あ、そうそうそう、アメリカでもともと使ってた、うんうん、自分が。あ、そうなんだ。うん、これいいね。いい、めちゃくちゃいい。2つあるのかな。そうだね、まあ 4S、 あのレザーの色は3色で、うんうん、金具の色が2色で、スタイルは2。意外とだって値段もね、1万円ぐらいだっけ。うちは8000なんぼでも多分、うん、わかんない、こっちで買ったことないからわかんないけど、うん、あ、そうか、あっちで買い付けてこっちで値段つけてるのか。そうそう、もともと取引先が向こうにアカウントがあるから、うーん、それでやってるよ。はい、ベルト、うん、あとはまたジュエリーあるね。あ、そう、この辺、そうね、これもまた全然雰囲気違うね、ここら辺は。こっちはもうザ、多分ニューヨークな感じのチャキチャキゴールド、チャキチャキゴールド好きな人は多分、まあ、シンプルなフープスとかは全然誰でもいけるし、うん、まあ、この辺になると、そう、結構こなれたジュエリー好きな子は多分つまみたいところ、ニューヨーカーね、ザだよね、うん、こっちはオリジナルの、まあ、レターのネックレスが並んでて、一応シルバーとゴールドが、そう、オリはシルバーとゴールドでやってる。なるほどね。そうだね、この文字とかも考えてるの自分で。はい、やってます。へー、すごい。数字、ね、こっちはそう、あの何年生まれとかやから、あ、まあ、ギフト最高だよね多分。でカスタムできるから、例えば1900とか入れたかったら、まあ、言ってもらえたら制作できちゃう。2フォント用意してるから、うん、まあ、この丸みがあるスーベニア感のある方か、まあ、オールドイングリッシュのコテコテな感。ちょっと今さ、あの、うん、貸し出ししてて、ね、かけてるんですけど。あ、生年月日いいね。いいよね。生年ね、うん、名前でもいいしね、うん、アルファベットとかってこと？うん、あの一文字こっちあるじゃん、 M とかさ。あ、こういうこうイニシャル、一応まあこれぐらいだったら7ミリとか6ミリで作れる、うん、じゃ作れる。ハートだけとかも可愛いしね。はい、はい、来ました。ザ・ギフトじゃないね、ここら辺は。1階から3階あってね。そうだね、いいよね。そうだね、見せ方が。はい、3階です。はい、ここはなんか良さそうですね。良さげよね。アソートでもこう、なんていうの、うん、つまんでもらって、まあ、ギフトラッピングするから、うん、おお、そうそうそう、
この辺のコースターもカラー可愛いし、これコースターなんだ、これもハンドメイド、へアメリカのおばちゃんが、へいいよね、紐で作ってるんだ、そうノット、ノットのコースターで、やっぱうちは気にするんだけど、うん、こうペタンってくっついてくるやつあるやん、うんうんうん、コースターパターンは、うん、あれ嫌やねめっちゃ、あこれめっちゃないからさ、ついてくるコースターあるよ、あるやん水滴が、うん、これかわいいよ、色がいいね、ねポップ、うん、ギフトめっちゃいい、これでこの辺はソープ系、うんうんうん、まあオースティンオースティンはもうみんな知ってると思うけど、でこれはあれだね、オースティンオースティンですか、オースティンオースティン有名なんですか、多分セレクトショップさん結構やってる、でディストそうだね、そうそうそう、いい香りなの、固形なんだね、うん、ハンドソープ、これかわいいよ、それもまた違う、一緒一緒、あオースティンオースティンの、そうこの石鹸桶、そう、あそれがセットだったね、セットではない別売りなんだけど、コレクションとしては、うん、あのアーティストとのコラボレーションで、あそうなんだ、これ作ってるから、そうそう、キャンドルとかも作ってて、いいすごいいい色、いい石鹸受けるね上品上品そう、あとこれじゃない、もうすでにうちらもギフトでめちゃくちゃ出てるけど、あそうなんだ、可愛いもんね、もう可愛いでしかない、キャンドルだよね、キャンドルやねんけど、うん、まあ、一応ブランドのなんていうのかな、ストーリー性としては、うん、まあ、ただのキャンドルっていうよりはこのまま4ヶ月ぐらいにも、あ、匂いがステイするから、うん、まあ、このまま最初楽しんでもらって匂い薄れてきた時に溶かしてっていう、なんかオブジェクト的なアプローチから入ってもらって最後に火をつけてもらった方がいいと思う、なるほど、うん、じゃあ最初はこう置いて楽しんでその後で、そうだね、もう置いてるだけでめっちゃ匂いするやん、だって結構、うんうんうん、この匂い、そうね、うん、デリバリーの時でもすごいもん、うん、あの入ってた時に来たけどすごかったね、うん、こう嗅いでみていい、いや無理かも、あんま臭んない方がいい、いいよ、はい、これヒノキ、ヒノキシトラス、ヒノキ、ほんとだ、ほんとにヒノキね、めっちゃオーガニックな感じよね、可愛くない、うん、なんか甘い系だと思ったら全然だね、いや結構なんていうん、ユニセックスな香りっていうの、そういうの、うん、こうこれはこの黄色は、シナモンでもターメリック入ってるからちょっとスパイス系、うんうんうん、好みがねめちゃくちゃね全然違うね、違うけどなんか一興とかない、まんべんなくって感じ、どれもいい、これもいいね、おちょっとフラワーな感じやね、うん、フラワー、ありがとうございます、いい匂い、キャンドルね、そうキャンドルと、まあ、ポストカードでメッセージ書いてもらったりとかして、あいいですね、これはスイスのプリントのカンパニーがやってるコレクションで、うん、結構面白い、普通にコラボして、うん、それ4枚とも全部そのスイスの、そうここは全部そう、うん、とかこれも一緒のスタジオのリネンのカバーやねんけど、うん、中はホワイトのブランクでページがシャレてるノートブック、うん、ちょっと和のテイストがあるけど、あそうなんだ、バンブーっぽくない、なんかちょっとバンブーっぽい、竹とかさ、あ色かな、リネン使ってこういう、リネン使ってじゃない、これ リネンのカバー、あ本当だ、そうテクスチャーがしっかりある、本当だね、ポストカードとかっていいね、それにメッセージ書いて、こういうのね、ね、そしたら飾れるしね、そう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 、はあ。しかもめっちゃおしゃれじゃない、おしゃれ、このシリーズ、うん、くしゃみ入っちゃったな大丈夫かな、花粉症、え花粉症なの、杉花粉でしょ今、あそうなんだ、うん、んとこれもいいんじゃない、男女兼用できるじゃん、それも可愛いよね、可愛い、うん、取り外しできるしな、このストラップ、あ、そうなの、うん、ボタンで、あ、へえ。それしかもあれだっけ、ハンドニットだっけ、そう、可愛い、あったかい、ちょっと小林つけてみようかな
壊しつけちゃうこれこっちじゃない、これいけそうじゃない、まあ、小林ストラップを多分メンズだったら外したいでしょ。でもでもね、あってもいいかもね、抜け感はあるよね結構しっかり、うん、妖精みたいやん、妖精いい意味でああこんな感じですね、かわいいやん、俺が被ってもしょうがないもんね。でもちょっとでも別に女の子が男の子にあげてもいいってことでしょ。確かにね、ギフトといえば、まああんまりね女の子がないんだよね、見てるでしょ、そうちょっと頑張ってこうぜいやいやもう男性に向けた、なるほどねそうチャンネルだからさ。あとそのカバンも可愛いよね、これはベルリンのナウハウっていうブランドのナウハウ、これも全部ハンドメイド、うん、すごいすごい手作業、大きさもちょうどいいんだよねこれ、しっかり入るよね子供見た目の割に、うん、あのちょっとかけてみてもらっていいですか、うん、今日はパープルかな、うん、今日はパープル、パープル白、いやパープルでいこう。ただこれも結構人気でですね、在庫が割とカツカツ、ええ、クロスボディにするとこんな感じね、うん、クロスボディにできる紐長さなんだよね、うん、それがいいよ、でまあこれでもいいじゃん、うん、でこういうのって持つだけしかないことが多いからさ、そうだね、まあこれでもいいじゃん、うんうんうん、かわいい、何でもいいよ、コンビニ行く時でもいいし、うん、もちろん何のフォーマルな時でも邪魔しないし、うん、スウェットでもいいし、1個あると絶対いい、うんうん、意外とこういうね大きさのカバン欲しい時あるもんね、うん、なんなら結構使うよこれもうち旅行とか出張とかでやっぱ持ってくもん、うん、あと撮影の時とか、うんうんうん、こう必要なものだけ入れてポケット代わり、確かに、うん、あとなんかあのレザーだからカシャカシャ言わないからさ、あなんかそういうの結構気にする人気にするやん、こういう一番よく持つバッグ、うんうんうん、なんか本当にいい気の利いたアイテム、女性ってパンポケットない洋服多いしね、多いね、パンツのポケットに物入れないしね、あそうか、ケツポケとか男みたいにねあんま入れないかもね、入れない、これいいね、うん、これもちょっと後で値段聞いておこうかなね、はい、404のメンバーの方にも、待って、乗りついてる通じないもう一回お願いします、感覚で食べたと、めちゃめちゃ使いたいけど使わないとか、はい、お願いします、はい、じゃあ404のメンバーにも一つ選んでもらったので、はい、どっちからいきます、じゃあうちから、はい、ありがとうございます、じゃーん、お、ゼロってなっちゃった、はい、はい、ニットを持ってきました、あ、いいですね、かわいい、このね、セーラーカラーと、うん、ボディのバイカラーがかわいい、どこのですか、はい、ね、ライテンダーっていうニットのブランドと、うん、マリオンのコラボで作っていただいた、うん、あ、ここの、そう、ヨマリオンとライテンダーの、あ、そうなんだ、そう、じゃあここにしかないんだ、それ、そう、別注のカラーです、ね、じゃん、ライテンダーは男性も結構知ってる人いますしね、そうですね、結構なんか幅広い層、女性から男性まで、うん、年もね、若い子から結構大人の方まで知ってる人多いね、うんうん、じゃあこれをちょっと選んでいただきました、はい、これはやっぱ冬に嬉しいから、うん、プレゼントされたニットは、うん、ニットプレゼントね、活かしてるよね、うん、しかもなんか、うん、しゃれてる、しゃれてる、質問ここにも、ここにしかないですね、あげ、あげ、嬉しいです、はい、はい、じゃあ続いて、ちょ、こっち来ようかな、ごめん、じゃあ続いて、てれーん、キラキラ、これさっき動画でもモネが紹介してくれたんですけど、 あ、本当ですか、うん、これはヨマリアンのオリジナルのナイロンバッグです、うん、はい、最初にね、大きいやつを作ってたんやけど、うん、ちっちゃいやつも作って、可愛いです。可愛い。パフィーな感じ。うん。しかもなんか女性らしいしね。うん、どっちかっていうと大きいの男女兼用って感じだしね。そうね。バッグは嬉しいよね、マンタ。めちゃくちゃ嬉しい。
でもなんかレザーじゃないからさ、うん、プレゼントしやすい値段だったりするんですか。これですか。はい、そうなんです。そうなんです。そうなんです。はい。え、何、あの、たぶん、26,800円。あ、本当だ、はい、マジでいいね。レザーみたいなね、このデザインもまずそう、うん、頑張ってね、作ってね、レザーのバッグからこう着想を得て、うん、確かにカバンプレゼントってなかなかできないからね。すごい、確かに嬉しい、こだわったよね。こだわりました、何回も。あ、そうなんだ。ほんまに何回も試行錯誤して作りました。めちゃくちゃ軽いから、うん、これいいね。そう、コンパクトになるから旅行とかもすごい使えます。これは確かにこれいいな。そう、かわいい、嬉しいよね。うん、わかりました。じゃあ404のお二人でした。バイバーイ。バイバーイ。名前はレイです。マリコです。あ、ありがとうございます。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあレディースのプレゼントは404へ、はいはい、ぜひお越しください。かっこいいよね、外観も。そうだね、そうだねとか言って自分で言ったらやばいか。じゃあ閉めます。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。はい、いかがだったでしょうか。何かこうですね、皆様のあ、これ良さそうだなみたいなのがあれば幸いでございます。女性用のトリレザーのベルトあるのいいですよね。なんかすごいプレゼントもしやすいのでいいなと思いました。あとおすすめしてくれたちっちゃいバッグ、404のオリジナルのバッグもいいですよね。なかなかなクオリティで3万円以下ということなので、プレゼントには最適なのかなっていうふうに思います。あとポストカードいいっすよね。メッセージを書いたポストカードを飾るっていうのにはちょっと恥ずかしさはあるんですけれども、なんかでもそういう使い方をしてくれるメッセージカードというかですね、ポストカードも一つプレゼントに加えるのもいいのかなというふうに思いました。ぜひですね、クリスマスのプレゼント選びの参考にしていただければと思います。まあ、404も行ってみてください。祐天寺はですね、まあ、僕が今働いているフィートがございますし、でフィートの系列のレディースショップのスティーフもあります。でちょっとね、歩いてどのぐらいですかね、 4,5 分ぐらいで行けるんですけれども、404も祐天寺にございまして、祐天寺駅だけでも結構見応えがあるあの地域というか駅だと思います。週末はですね、ぜひ祐天寺でクリスマスプレゼント探しをしてみてはいかがでしょうか。ということで、まあ、この動画を締めたいと思います。ではでは、ですね、久々にですねコメント読みしたいと思います。はい、本日はワムーさんとのコラボ動画ですね、都内セレクトショップで冬のコーデを考えましたということで、これあのユーザー名になっちゃいましたよね。コメントくださっている方の名前がユーザー名になっちゃいましたので、ちょっとどなたがコメントしてくれたかっていうのは省きたいと思います。いつも楽しく見させてもらってます。今年中に1万フォロワー目指しているのであれば SEO 対策、広告などやってみてはどうでしょうか。動画見るたびに目標を語っているのでコメントしましたということで、コメントありがとうございます。はい、今年に入って、まあ、目標をですね立ててフォロワー1万人ということで今月12月までやってきたんですけれども、はい、ちょっと不甲斐ない結果に終わってしまいそうでございます。最後の方ではですね、あんまり目標を言わないようにしていたんですけれども、まあでもそうは言っていられないので、来年もまたですね1万人という目標に向かって頑張りたいと思います。この方もおっしゃっているようにですね、 SEO 対策と広告など、広告ってあれですよね、お金払って出してもらうやつですよね。ちょっとそこら辺も視野に入れながら、目標のチャンネル登録者数にいきたいと思いますので、来年も何卒よろしくお願いいたします。まあ、まだちょっと早いですけどね、今月も動画バンバン、アップしていきますので、何卒よろしくお願いいたします。まあ、こんな感じにですね、不定期で皆様からいただいたコメントを動画内で紹介しております。さらにですね、いただいたコメントには全て返信もしておりますので、どしどしコメントをお願いいたします。はい、もしこの動画が気に入っていただけましたら高評価ボタン、
まだお済みでない方はチャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。コメント高評価チャンネル登録僕の活動のモチベーションになりますので、していただけるととても、励みになります。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。